Seguimos. Ya, mira, justamente que le he dado a grabar, esto también lo digo para los de YouTube, yo lo digo a vosotros. Yo creo que podríamos decir que qué locura lo de Saint Seiya, que ha destronado a Yu-Gi-Oh. Pero le ha pasado por la derecha en cuanto a anime principal. Pero Yu-Gi-Oh para mí sigue siendo muy especial. Es un juego que me encanta. Ahora con el contenido que estamos creando en directo de los juegos de Master Duel, de Duel Link, del juego físico, que ya tengo mis primeras cartas en juego físico, ¿vale? Pues yo creo que siempre va a tener Yu-Gi-Oh un huequito en mi corazón. Así que veremos a ver lo que somos capaces de hacer el día de hoy, si llenamos la barrita y todo eso. Vamos a ver qué tal, chicos. Ten el mejor curo. バトルロイヤルルールで行こう。全員1ターン目はドローなし、バトルなしだ。いいだろう、仲間ともども片付けてやる。俺の仲間の邪魔をされたくない。仲間って、あの時のまさか今もマスミと先手必勝、いけマスミ。私のターン、私はジェムナイトラピスを召喚。私はカードを1枚伏せてターンエンド。次はてめえだ。俺のターン。俺は手札からレイドラプター、バニシングレイニアスを召喚。このカードの召喚、副召喚に成功したターン、手札のバニシングレイニアスを召喚することができる。さらに永続魔法レイドラプターズネストを発動。自分の場にレイドラプターズの同盟モンスターが2体存在するとき、デッキから同盟モンスター1枚を手札に加えることができる。2体目のバニシングレイニアスの効果により手札のバニシングレイニアスを特殊召喚。そしてカードを2枚伏せ、ターンエンド。お願い止めて。あの時は止めてくれたじゃない。なんで今は。君は知らなくていい。巻き込みたくない。君を傷つけたくないんだ。コニョーダナモラド。相手のフィールドにのみモン存在すると手札からセイクリッドシアトを特殊召喚することができる。続いて僕は手札からセイクリッドフォルクスを通常召喚。フォルクスの召喚に成功したターン、もう一度セイクリッドモンスターを召喚。僕はセイクリッドグレディを通常召喚し、そのモンスター効果を発動。手札からレベル4のセイクリッドモンスターを特殊召喚できる。僕が召喚するのはクリッドカウント。あんたエクシーズを使うんだってね。それで悪さばっかりして、迷惑
枠なんだけど、僕はどうしてもあんたを倒さなきゃいけないんだ。エクシーズの名誉を守るため、 UDS のエクシーズこそ最強だと証明するために、僕はタウストのモンスター効果を発動。ヨロリーとタウスト自身のレベルを1や、僕はレベル5となったセイクリッドフレディとセイクリッドカウントでオーバー。Qué bonita la X y la Z, chicos. La X y la Z. Exige Shokan, Kukon, Infinite Pleiades. Sara ni boca tefra cara. Magic card, Include Sacred, Hatto. Sacred Porx no level o 2 agir. Sacred Seat no koka Hatto. Porx o senta si level o onaji ni su. Boku a level 6 no Porx o Seat de. Overlay.まばゆく光持て、降り注げ、エクシーズ召喚、現れろ、ランク6、セイクリッド、トレミス、エシエ7、連続エクシーズ決まったぜ。あるじゃない、北斗。コンボデルテルプリピピオ、シシクリッドプレアデスの効果発動。オーバーリングスの人使い。これはまた本当に。プレニアス1体を手札に戻す。さらにトレミスの効果発動。オーバーリーユニットを1つ使い、シングレイニアスを相手の手札に戻す。僕はこれでターンへ。次は刃頼んだぞ。よっしゃー、任せとけ。傷つけたくない。なぜ私にはそんなことを言いながら他の人は傷つけるの？マスミは彼女は傷ついてもいいっていうの？何者なの？あなたは、あなたたちは。行くぜ。俺は手札からダブル X セイバーボガーナイトを召喚。このモンスターを召喚したとき、手札からレベル4以下の X セイバー1体を特殊召喚することができ、俺はレベル1のチューナーモンスター、X セイバーバロンドを召喚。フィールドに2体の X セイバーが揃ったことで、ダブル X セイバーボルトロール特殊召喚できる。LDS のエクシーズの後は、LDS のシンクロを拝ませてやるぜ。レベル4のボガーナイトにレベル1のバロンドをチューニング、シンクロ召喚、現れろ。レベル5、エクスセイバーウェイン。だがこれはまだ序の口。こいつを召喚したとき、手札からレベル4以下の選手と召喚できる。これはレベル3のチューナーモンスター、ダブルエクスセイバーフランナイトを召喚。ボルトロールのモンスター効果発動。エクスセイバーパロムロを呼び、さあこっから本番だ。これはレベル6のボルトロールに、クラムナイトをチューニング。金の鎧輝かせ、歯向かい者の希望を砕け、黒召喚。見てよ、キューダブル X セイバーガトルズ。もう一丁、これはレベル5の X セイバーウェインにレベル1のパロムロをチューニング。赤きマント翻しの舞で敵を撃て、黒召喚。レベル6、イベンガシーブの X セイバーキュンライ。キュンレイのモンスター効果発動。フィールドのマジックトラップカードを3枚まで破壊できる。あれ、llegar enemigo。僕も。イレンボがソディア。オーバーレイユニットを一つ使い、スター効果発動。最後のバニシングレイニアスも手札に戻す。すごい。これであいつのフィールドには何も。まだまだ。こんなもんじゃねえ。お前には禁じ手を使ってやるぜ。俺はマジックカードガスムスの非常召集を発動。力ダブル X セイバーフォルトロールと。セイバーウェインを撃力をゼロにして特殊召喚。戻ったフォルトロールの効果で力クラムナイトを召喚。ガトムズのモンスター効果発動。フィールドの X セイバー1体をリリースするごとに相手の手札を1枚捨てる。ではクラムナイト、フォルトロール、ウェインをリリースしての手札全てを捨てさせる。どうだ、これで手札もなくなったぜ。見事だ。どうやら口先だけではなかったようですな。答えて、あなたは誰、目的は何なの？俺たちは仲間、敵に囚われた大切な仲間を救おうとしている。囚われた仲間、あ、それがルリ。もしかして俺ら LDS のトップチームより強いかもね。この程度のやつにやられているなら、僕らが入ったら速攻でエースだ。じゃあこっちも速攻で終わらせよう。俺はこれでターンエンド。マスミ、最後はお前が決めろ。ありがとう、刃、北斗。このターンからはドローできる。私のターン。私はマジックカードジェムナイトフュージョンを発動。フィールドのジェムナイトラピスと手札のジェムナイトラズリーを融合。神秘の力示し、青き石、ハ
今光となりて現れよ。融合召喚レベル5エムライトレディ。あの人、claro, si estos son los... ahora toca la fusión porque estos son los de LDSD esos, no me acuerdo cómo es. Este equipo. Ore mo saisho son. Naze Luri ga koko ni? Daga kimi wa Luri janai. Luri ga teki no shoukan fou narau wake ga nai. Teki? Gemini Torazuri no monster kouka. Hatsudou. Kono kaado ga bochi ni okurareta toki bochi no tsujou monster 1体を tefuda ni modosu koto ga dekiru. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. ¿Te imaginas? Dime, dime.墓地のジェムナイトフュージョンの効果を発動。墓地のジェムナイト一体を除外することでこのカードを手札に戻す。私は墓地のジェムナイトラズリーを除外。もう一度行くわよ。ジェムナイトフュージョン発動。手札のジェムナイトアレキサンド、ジェムナイトエメラ、レムナイトラピスを融合。夜と夜の顔を持つ魔石よ、幸運を呼ぶ緑の輝きよ、青き奇跡と一つとなりて新たな光を生み出さ。融合召喚現れ。照らす史上の輝き、レベル9デムナイトマスターダイヤ出たぜ。アスミのエースモンスター、これが LDS の融合召喚だ。融合召喚が敵って、私が融合召喚を習ったのは塾を、仲間を守りたいと思ったから。ジェムナイトマスターダイヤの攻撃力は墓地に存在するジェムと名の付いたモンスターの数かける100アップする。今墓地にあるジェムナイトモンスターは3体300とアップ。ラピスラズリの効果発動。1ターンに1度エクストラデッキからもう1枚のラピスラズリを墓地に送ることで、フィールドに存在するエクストラデッキから召喚したモンスターの数かける100にラピスラズリの攻撃力の半分を加えたダメージを相手プレイヤーに与える。フィールドのモンスターは6、ラズリの攻撃力は2400で、あんたが下るの。parece que sí, Alvarito。1200を加えた1800。とどめだ。マスピジェムナイトマスターダイヤのモンスター効果発動。墓地のレベル7以下のジェムナイトモンスターを除外し、この効果を得る。私はラピスラズリを除外。ラピスラズリの力を得たマスターダイヤのモンスター効果発動。2枚目のラピスラズリをエクストラデッキから墓地に送り、6体のモンスターかける100にマスターダイヤの攻撃力の半分1650を加えた1250のダメージ。俺は墓地からトラップカードレイドラプターズレディネスを発動。ラプト？おい、este、eso me suena mucho lo de Red Rap。効果ダメージを無効にする。止まりやがった。けど奴のライフはたった。y su vida es de 10。おい、レディネスの効果により、このターンの戦闘ダメージも無効となる。じゃあ、攻撃しても。私はこれでターンエンド。やはり貴様らのデュエルには、鉄の意志も鋼の強さも感じられない。だと崖っぷちまで追い込まれていながらよく言うよ。そう、俺たちはまさに絶体絶命の崖っぷちに追い込まれている。俺たちだ。何言ってんのこいつ。だがそこから必ず立ち上がる。そして最後には敵を圧倒し殲滅。俺の俺はマジックカードメンションエクシーゾーを発動。ライフが1000以下で手札墓地のいずれかに同盟カードが3枚揃っている時、それを素材にエクシーズ召喚する。俺たちのバイシングレイニアス3体でオーバーリー。起伏の早さよ、逆境の中で研ぎ澄ます。目を上げ、反逆の翼、繰り出せ。エクシーズ召喚、ランク4レイドラプター、ライズファルコン。No me sorprende porque con The Master Duel también. このモンスターはバニトクス召喚されたモンスター1体に1度ずつ攻撃することができる。何が殲滅だ。攻撃力で俺たちを倒せるはずねえじゃねえか。ライズファルコンの効果発動。オーバーレイユニットを1つ取り除き、敵の場に存在する特殊召喚したモンスター全ての攻撃力を自らの攻撃力に。リンガニャー。ああ1400。マジかよ。バトルだ。レイドラプターズライズファルコン、全ての敵を引き裂け。レイブクローレボリューション。俺たちもルリを仲間を守るために戦っている。この戦いを終わらせ、もう誰も傷つけられない世界を作るために、その戦いに君を巻き込みたくない。だがもし戦わざるを得なくなった時には生き抜いてほしい。
たとえ融合召喚を使ってで仲間のために強くなろうとし変わろうとした違ってない。こいつと一緒にユズは今までの自分とは違う自分になろうと頑張ってる。俺も戦い続けるルリと仲間たち。俺たちの未来を救うためにルリによく似ている。待って、教えて、ルリって誰？ルリは俺の仲間のシュンの妹だ。あなたは、あなたの名前は？ユート。ユート。ユート。エルブエン。ユート。今頃お出ましか。だがもう雑魚どもの相手はたくさんだ。お前らのボスを連れてこい。私ならここにいる。Se ve perro en el que iba, Chicos.Primer capitulito del día de hoy, amigo. ¿Qué os ha parecido este primer capitulito del día de hoy? Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a continuar con el capítulo 25. Vale, Blani. La encuesta no, una predict. Leo Corporation, el 現社長だ. Acaba. Leich. Acaba. 私がいるこのマイアミ市で、Leo Corporation 直属である LDS の関係者を襲い続けてきたのも、私に会いたいがため。違うか。貴様が赤羽レイジ、赤羽レオンの息子か。この時を待っていた。さあ来い、レトデュールだ。その前に聞いておこう、私と戦う理由を。答える必要はない。それはおそらく仲間の救出。そこに倒れている彼女が全君に遭遇した時、君がこう言ったと証言している。ルリ、なぜルリがここに。逃げたのか。自力で脱出を。そこから推測できることは、ルリとは君に、いや君たちにとって大事な仲間であり、どうやら敵対する者に捕らえられているらしいということ。そしてルリは今もまだ敵の手から逃れられてはいない。だからこうして LDS への襲撃を繰り返している。彼女はルリではない。あの女は俺の目の前で融合召喚を習っていた。俺たちの同志であるルリが、お前の妹が敵の召喚法を危機として習うなど絶対にありえない。確かにルリは今も敵に捕らえられたままに違いない。だが必ず救い出す。そのためには貴様の身柄が必要なのだ。やはりそうか。つまりは私は人質交換の材料というわけだ。その通り。LDS を襲い続けてきたのも、その魂を封印したカードを送りつけたのも、全ては貴様を誘い出すため。実の息子との交換なら赤羽レオも決してノーとは言わないはずだからな。どうだろうな。何、あの男がそこまで私を大事に思っているとはとても信じられない。どういうことだ。まあいい、君が戦いたいというなら受けてやってもいい。ただし条件がある。条件。その条件を君がのみ実行してくれたならば、喜んで相手になってやろう。そして君が勝ったなら、その時は好きにするがいい。おい、まで sobrao、質量を持って。マスミは、ここまでの参戦、あなたは私の期待通りの成長を見せてくれました。一戦目では料理にもデュエルにも完成形はなく、柔軟な発想と、この場その時の臨機応変の対応こそ最高のおもてなしであることを学び、二戦目では取りよがりではデュエルは成立せず、対戦相手や観客も含めたコミュニケーションこそ大切であることを学び、三戦目ではついに私の予想を超えた驚きと感動をあの場にいた全てのギャラリーに与えてくれました。ここまでは合格点。しかし大事なのは次の一戦です。それは私がプロデュースする4連戦の最終戦であり、ゆうやくん、君の今年の50戦目、これに勝てば50戦30勝で勝率6割を達成し、ジュニアユース選手権への出場が決まります。この大事な戦いで今までの集大成を見せてください。そしてプロへの第一歩を踏み出すのです。今日で俺の未来が決まる。アメデュエルをやり抜くだけだ。よーし、まずは母さんのパンケーキで腹ごしらえだ。30勝目演技担ぎでドーンと30枚重ねて。あれ、母さん、
母さん、母さん、母さん、あれ、アン、コール、はあ、ママ、いつも来ている空もいないし、みんなどこ行ったんだ。たくさん、今日は息子がプロへの第一歩を踏み出せるかどうか大事な日だってのに。母さん、朝飯も、あれ、塾長も、ユズは、おい、何隠れてるんだよ、出てこいよ。アユ、フトシ、タツヤ、家にも塾にも誰もいないなんて、一体何があったんだ。さあ、何があったんでしょうね。Así de solo me siento yo todos los días。はい、おはようございます、ユウヤ君。昨夜はよく眠れましたか。そんなことより、みんなは気になりますか。あるよ、みんなどこに。おっと、もうこんな時間、急がねば遅刻してしまいます。さあ、参りましょう。ちょっと答えてよ、みんなどこ行っちゃったの。Disculpe, Davis, en el pan, ¿qué prefiere poner? ここに4戦目の相手が、それってまさか。それはご自分でお確かめを。待ちかねだぞ、ユウヤ。なんでわざわざ権現坂と戦わなきゃいけないんだよ。ストア、もう何度もやってるし。確かに何度も戦ってはいます。しかし真剣勝負は一度もなかったはず。あなた方が親友同士であることは私も存じています。特にユウヤ君の父榊優勝がチャンピオン決定戦を前に突然姿を消してからは、それを嘲笑う人々から権現坂君があなたを張って守り続けたと聞き、その美しい友情に私も感動しましたが、しかしどえ親友同士であろうと勝負は別、プロを目指すならなおさらって。その通りだ、ユウヤ。俺とお前は今まで何度も戦ってきた。だがここに真剣さはなかった。父の失踪で傷ついたお前の気持ちを思い、俺もそれを強くは咎めなかった。しかしな、情けがいつしか俺自身の気持ちも弱くしていたことに気づいたのだ。俺自身を弱く、不祥畜対 LDS の3戦目、1勝1敗で迎えたその決勝戦に勝つことができなかった。けどその後お前は引き分けに。勝てなかったのは俺の心の弱さ、勝負に徹しきれなかった甘さが原因。それを拭い去るにはもっと自分を追い込まねばならん。そこで権現坂君はなんと自分のジュニアユース選手権への出場条件クリアもの戦いにかけることにしたのです。年間勝率6割まであと1勝としたまま、他者からの対戦の申し出を受け付けず、ユウヤ君がここまで勝ち続けてくるのをひたすら待っていたのです。え、あと1勝で出場権を得られるのは、ユウヤ君も同じ、すなわちこの一戦に勝った者だけが大会に出られることになるのです。なんでそこまで。あ、じゃあ、チェコ。どうもしなければ、お前と真剣勝負などできないと思ってな。いずれこの道場を継ぐ俺にとって、この戦いは不動のデュエルを極めるための試金石。理由だからこそ、情けを捨てて全力で倒す。覚悟するがいい、ユウヤ。見ろよ、臆病者の子供が歩いてる。¿En qué capítulo estás? 逃げた榊優勝の子供だ。 Si pones el comando cap, te sale bien. スタジアムにも来てたよな。俺が父さんの代わりに戦うとか言っちゃってさ。お前が親父の代わりに戦うな。俺がストロング石島の代わりだ。さあ、デュエルしようぜ。なんだい、嫌か、親父みてえに逃げるってか。まったくしょうがねえ弱虫だな。やめんか、うん、弱い者いじめはこの男権現坂が許さん。我が権現坂道場の鉄則にも反することを忘れたか。いじめてねえよ、俺はデュエルやろうってそいつを誘っただけだ。高木優勝とストロング石島、どっちが強い、俺たちが代わりに確かめようってさ。そんなことのために我が道場はあんたに不動のデュエルを教えているのではない。不要な戦いをした者は即刻破門。とえ兄弟子でも見逃しはせん。まだ覚悟が決まらないようですね、ユウヤ君。それも当然、今まで自分を守り続けてくれた恩人を蹴落とさなければジュニアユース選手権に出られないのですから。な時にみんなどこに。そしてプロを目指すなら孤独にも強くならねばいけません。あなたは今まで権現坂君だけでなく多くの人たちから守られてきました。いつも応援され励まされ、それを力にしてきましたが、プロは
全てが敵のサポーターというアウェーであっても自分の力を発揮せねばならないのです。だからこそ今日はあえてあなたの応援団は排除させてもらったのですよ。二人とも初の真剣勝負だ。頑張れゆうや。では始めましょうか。権現坂師範。うん、デュエルと魂の磨き合いに切磋琢磨し何事にも動じぬ不動の心を養う、これこそ我が権現坂道場の目指す道。の戦いにおいても正々堂々真正面からぶつかり合う、魂の一層の研磨に励んでもらい、いざアクションフィールド、フィールド魔法剣の墓場発動。これはおう、俺が LDS と戦った時に舞台となったフィールドと同じ。なぜこれをお前が選んだのか。ああ理由は今にわかる。ユニのオーナーを、デュエリストたちがユニのモンスターと共に地を蹴り宙を舞い、フィールドラインを駆け巡る。いや、これぞデュエルの最強進化系アクション。先行はもらった手札から宝獣武者影防身を召喚。このカードが召喚に成功したターン、これをリリースし超獣武者を特殊召喚できる。超獣武者ビッグベンクレオ守備表示で特殊召喚。これはこれでターンエンドだ。いきなりレベル8のモンスターを。最初から飛ばしてるねゴンちゃん、すごい本気モード。この一戦に2人のジュニアユース選手権への出場がかかっている。世話になった権現坂君にも勝ってもらいたいが、優勝塾としてはやはり優也に。ああ、どうしたらいいんだ。うるさい、大声出さないで。優也に聞こえたらどうするの。そうよ、今日はニコからここで静かにしてなさいって言われてるんだから。すまん。このゴンちゃんの気合に優也はどう答える。楽しみ。なんで一番大事な4戦目の相手に権現坂を。俺がここまで来れたのはあいつのおかげ。この1年間俺が50戦近く戦うことができたのも、あいつが自分の道場の弟子たちを紹介してくれたから。そんな恩人を蹴落として自分だけ大会に出ろだなんて。次たる情けは相手への侮辱に等しい。言ったはずだぞ優也。言うだからこそ俺は全力でお前を倒すと。お前もいらぬ情など捨て去り全力でかかってこんか。俺のターン。俺はエンタメイトシルバークオーを召喚。行くぞシルバークオー。これはアクションカードエクストリームソード発動。バトル中シルバークローの攻撃力を1000ポイントアップさせる。これも使える。アクションカードオーバーソード発動。バトル中シルバークローの攻撃力をさらに500ポイントアップ。振り回ってアクションカードをゲットか。成功法できたね。うん、いつものゆうや兄ちゃんのデュエルだ。お腹がしびれる。でもパワーアップしたといってもシルバークローの攻撃力は3300、ビッグベン系の守備力3500にも及ばない。バトルだシルバークロー。ビッグベン系を攻撃。この瞬間シルバークローのモンスター効果発動。バトル終了まで攻撃力を300ポイントアップ。ビッグベン剣を上回った。これなら勝てるわ。入れまくる。これは手札から超獣武者ソウルファイヤーアーマーを墓地に送ることでモンスター効果発動。ビッグベン剣の破壊を無効にする。そう、この効果で破壊を無効にした時ビッグベン剣の守備力は800ポイント下がる。バトル終了とともに2枚のアクションカードとシルバークローの効果も終了し、攻撃力は元に戻る。この勝負生半可な気持ちじゃ。俺はカードを1枚捨ててターンエンド。攻める優也君、守る権現坂君、序盤は予想通りの展開ですね。さよう。相手がいくら動き回ろう決して惑わされずに不動の構え。これぞ我が権現坂道場の王道たる戦い。よいぞ昇る。あれでこそ我が道場の後取りという選手権でも、なその不動のデュエルを貫くがよい。気が早すぎるぞ親父殿。のせ
まだ勝負は始まったばかり。俺もまた電力を出し切ったわけではない。権限坂、行くぞ、俺のターン。来たか、この男権限坂。友を倒すため自分の殻を破る決心をした。見てくれ親父殿、これが俺の目指す新たな不動のデュエルだ。俺はレベル2のチューナーモンスター。ルーム社ホラガインを召喚。チューナーモンスターってゴンちゃん、まさかシンクロ召喚を。マセルラシンクロニア。俺はレベル8の超獣武者ビッグベン系に、レベル2の超獣武者ホラガインをチューニング。荒ぶる神よ、天の刃の方向と共に殺人渦巻く一様に現れよ。いいでね、シンクロ召喚。いざ出陣、レベル10無効陣スサノオ。権限坂がシンクロ召喚。おー、なんと、本当にやっちゃったよ。あえてこのフィールドを選んだのはこのためか。ユウヤ、そう、ユウヤ、ここからが本当の真剣勝負。覚悟しろ。Pues chavalada, capítulo 25 terminado y ya llevamos 3 horas de stream, que se dice pronto, ¿eh? 3 horitas de directo con el Tito Davis, qué bien me lo paso con ustedes, chicos. Espero que vosotros también os lo estéis pasando maravillosamente bien. ¡Nanto! ¡Kono Nico Smiley no mekuru meku zenkai no arasiji no kōda ga kyō de saishūkai to natte shimau no desu! Pero Davis, hace unos capítulos le pidió ayuda al duelista que hacía intro. Ahí está la justificación. No me refiero ya en este en concreto, ¿sabes? Es que me he acordado de cuando... この一戦に自分もまた国や遊選手権への出場をかけていたのでした。激しく揺れる釉薬、そんな彼の前で源坂君は誰もが予想していなかった黒召喚を決めたのでした。はい、もうお時間になってしまいました。この続きは本編でお楽しみください。アデュアデュアデュ。質量権現坂がシンクロ召喚を。さすがです、権現坂くん。ユウヤ、行くぞ。ユウヤ、ここからが本当の真剣勝負。覚悟はいいか。はい、やそこまで。この勝負我が息子ノボルの負けとする。権現坂の負けって、なんで不動のデュエルと何事にも動じぬ心こそ関与。勝つために他流派の技を盗んだ時点でお前は負けていた。盗んだのではない、教えを請うたのだ。教えってまさか。無論東道刃殿の身だ。 LDS のあんなに苦しめられた相手にか。たとえ敵であっても必要とあれば礼を尽くして教えを請う。当然のことだ、俺がシンクロ召喚を習得したのはただ勝つためだけではない、新たな不動のデュエルの地平を開くため。新たな不動のデュエルだと。デュエルは日々進化するもの。不動のデュエルとて一つの場所にとどまっていては時代とともに取り残されるのは必要。全てはこの一戦を見届けてから判断してもらいたい。超獣鋼人スサノオは表示の状態で威力を使って攻撃することができる。バトルだ、行けスサノオ。エンタメイドve otra carta de acción. ゴチのマジックカードを発動できるなんて。だけどいくら攻撃力を上げても守備力で攻撃してくるんだから意味がないのに。いや、オーバーソードの他にも効果がある。これはこの対象になったモンスターの攻撃を無効にすることはできない。俺はこれでターンエンド。ブラーボー、
アクションカードとシンクロモンスターを熟知してこそのコラボレーション、まさに新たな不動のデュエルの誕生ではありませんか。No moraría que tuvieran más contexto de dónde, de cómo y dónde han conseguido las cartas, tío. こんなの見せつけられたら俺も負けてられないよな。おガブリエラン・ソブレス、やっと見つけた。ケセビラウエル一つの答え、エンデュラム融合。ユウヤ、今の俺のデッキにもう融合はないけど、俺は決めたんだ。あれをヒントに自分だけの力でペンデュラムの先を見つけるんだって。俺にできることは、俺はヘル2のエンタメイト、ラクダウンとスケール6のエンタメイト、リザードローデンデュラムスケールをセッティング。魂のペンデュラム、天空に描け光のアクデュラム召喚。モンスターたち、星読みの魔術師、エクストラデッキからエンタメイト、シルバークロー。決まった、エンデュラム召喚、エビレル。でも星読みもシルバークロー守備表示なんで。ポンちゃん、あの守備力3800、それだけの相手を破壊できるモンスターをユウヤは持ってない。だから壁を作るための守備表示ってことだろうね。でもそれじゃあ勝てない。考えました、何か新しい方法であいつを、ルーンアイズを召喚しなきゃ。俺はこれでアンエンド。結局守りを固めただけ。Ahora le sale un túnel y hace una sincronía. Yuya が持っていた方が。Yuya! ラマモリを固めてもお前に残された時間はない。俺のターン。俺は手札から。五重武者ソウル、岩闘士を召喚。五重光人スサノオに装備。岩闘士の効果により、王が守備表示モンスターを攻撃した時、血を上回った。貫通ダメージを与える。何？バトルザ・スサノー、ルバークロー攻撃。ルバークローの防御力は7。スサノーの3800を受けたら、その差3100のダメージを食らって。すぐ2000しかないユウヤお兄ちゃんは。岩闘士、発射。オーバーカーディー、奇跡を発動。モンスターの破壊を無効にして戦闘ダメージを半分か。俺はこれでターンエンド。ダニーちゃんの残りのライフ。オラケンピー。ゴチュー。ゴチュー。ゴチュー。次のドローで決まるね。ユウヤ。本当に強いな、権現坂。負けを認めたか。ここでサレンダーする気か。いや、もし負けるとしても、その時はお前にとどめを刺してもらうよ。でも、それは俺が全力を出し切ってからだ。俺のターン。今、俺にできることは。エンジュラム召喚。俺のモンスター。レベル3のエンタメイト。ディスカバーヒッポ、ここでヒッポ、エリボボだもん。エンタメイト、ディスカバーヒッポは1体で2体分のアドバンス召喚の素材になる。俺はディスカバーヒッポをリリースシェフだから、ホットアイズペンデュラムドラゴンをアドバンス召喚。出た、ユウヤお兄ちゃんのエースモンスター。でも攻撃力2500のホットアイズ、守備力3800のスサノオは倒せる。どうするつもりなのユウヤ。今やれることは、俺はエンタメイト、リザードローのペンデュラム効果を発動。どこ、デッキからカードを1枚ドローし、この後このカードをデッキに戻す。これが今の俺にできる全力だ。これは、俺はヌバカルタ、エンタメゾーンにヘル4のエンタメイト、バンプウィッチをセッティング。無駄だ、どうしてもグラム召喚できるのはスターンに一度のはず。エンタメイト、トランプウィッチのペンデュラム効果発動。1スターンに一度、リブンフィールドのモンスターを素材に融合召喚できる。ベンガリア、ベンガリア。何、ペンデュラムモンスターの効果で融合召喚を。ベンガ、今魔術師のホットアイズペンデュラムドラゴン、神秘の力操りし者。いや、知ってる、ベルダー。どうだ、僕。竜のマナコに今宿ろう。出るよ。ゴー召喚。いでよ。技術、古いし、魔剣の竜、ルーアイズ。ペンデュラムドラゴン。竜やら。ゴーモンスターを。やったー、できたよ。融合カードなしで融合召喚。レッツキラー。あれが竜やの。ゴーモンスター。すごいな。また僕の予想を超えたことやっちゃったよ、ユウヤは。ユウヤ、バトルだ。ルーンアイズペンデュラムドラゴン、波動を攻撃。この瞬間
メイト、ラクダウンのペンデュラム効果発動。スサノオの守備力を800、ムーンアイズの攻撃に貫通効果を与える。放て、シャイニーバースト。無駄だ。ここ3000人下げても攻撃力3000では、スサノオはびくともせん。それはどうかな。いやいや、ティエネ、ルーンアイズ、ペンデュラムドラゴンは融合素材となった魔法使い族のレベルによって攻撃回数が変化する。レベル5の星読みの魔術素材としたルーンアイズは3回攻撃ができる。その攻撃のたびにラクダウンの効果でサノオの守備力を800下げる。行け、2度目の攻撃だ。電撃のシャイニーバースト。これは500ポイントのライフを支払い、この効果でお前の墓地にあるアクションカード回避を攻撃を ¿Cómo se defiende? 攻撃する。見事な起点、良いぞ登る。まだ終わりじゃない。ラクダウンの効果により威力をさらに800下げる。3度目の攻撃だ。ルーアイズ、電撃のシャイニーバースト。やったー、ついにスサノオをやっつけた。何の、¿Qué, qué barbaridad de carta ha conseguido Yuya? ね、もっと近くで応援しよう。でも大丈夫、あの子はもうデュエルに集中している。アウェイの壁なんてとっくに乗り越えてるさ。まさまさに壁だな。お前は俺の前に立ちはだかる大きな壁。お前に勝つには限界を超えなきゃダメってことだ。あれを使うしかない。最初に伏せておいたあのカードを。ユウヤ兄さん、カメユウヤの唯一の希望はタギルドに散らばったアクションカード。俺は自分の限界を超える。飛んだ。ユウヤ。ユウヤ、お前ってやつは。よし、俺はアクションマジック。オーバーソードを墓地に送り、トラップカードデンジャラスドローを発動。デンジャラスドローの効果で俺は1枚ドローできる。だがそのドローしたカードがモンスターだった場合、その攻撃力分のダメージを受ける。何？これでもし攻撃力450以上のモンスターが出ちゃったら一発でユウヤ兄ちゃんの負け。ユウヤかけているんだよ、あの子は。ここから先に進めるのか、ここで終わりなのか。ドローに俺は俺と俺のカードドロー。速攻魔法、びっくりだよ。自分のフィールドに存在する1ターンに1度と書かれたカードの効果をもう一度使える。発動。俺が使うのはトランプウィッチのペンデュラム効果。俺はエンタメイト、シルバークロート、ブーアイズ、ペンデュラムドラゴンで融合召喚する。何、もう一度怒りたくき銀狼よ、魔天の竜と一つになりて新たな力を生み出さん。融合召喚、いでよ野獣の眼光光し獰猛なる竜イーストアイドラゴン。融合素材となった獣族モンスターの攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える。シルバークローの攻撃力は1800。これで決まりだ。権限図か。Tenemos fusión y péndulo, chicos. Fusión y péndulo para el prota. お前たち勝ったね。すごい。しびれだ。ひょっとして見てたの？うん、今日はニコに応援しちゃダメって言われてたから。こっそり見てたんだよ。
プロを目指すならアウェーの状況でも勝てなきゃダメってことだね。母さん、そしてお前は見事に勝った。メタとユウヤ熱血だ。ほんと、さすがの僕もちょっと興奮しちゃった。まさかペンデュラムの効果で融合召喚とはね。ユウヤおめでとう。そうか、気づかなかったけど、ずっと俺を見守ってくれて。現在か、俺が勝ったってこと、お前はジュニアユース選手権には。気にするな、2回まであと1週間、チャンスはまだある。お前とここまで死力を尽くして戦えたこと、俺は誇りに思う。うわぁ、感動だ。これぞ男の友情だ。お父さん、暑苦しい。守る、よくやったぞ。二人とも素晴らしいデュエリストだ。見事でした、ユウヤ。やはりあなたは私の見込んだ通りのデュエリスト。あなたなら必ず榊優勝のようなプロに、一流のスターになれしょう。榊優ヤのジュニアユース選手出場が決まったそうです。そうか、これで私が見込んだデュエリストは全て集まったということだ。はい、それと交通真澄、東堂刃、志島北斗の件ですが、記憶の抹消は終わったか。セビレトルネイトワボ。あの夜黒崎駿とデュエルしたことはもち、それまでの彼との経緯も全て消し去りました。ご苦労。これで黒崎が大会に出場する環境が整った。あとはどれだけ力を発揮してくれるか。それは彼らも同じ。この中から果たしてどれだけのデュエリストが我々の世界のために戦う槍となれるのか。黒崎、はい、それと交通真澄、東堂刃、志島北斗の件ですが、記憶の抹消は終わったか。はい、あの夜黒崎駿とデュエルしたことはもちろん、それまでの彼との経緯すべて消し去りました。ご苦労。これで黒崎が大会に出場する環境が整った。あとはどれだけ力を発揮してくれるか。それは彼らも同じ。この中から果たしてどれだけのデュエリストが我々の世界を槍となれるのか。¡Guau! Lo que comienza, estamos a las puertas del comienzo del torneo.